ピュアカンパニー代表の関根です。まあ、さっきのその、大学院時代読んでた本の中で、あれなんですよ、このコミュニティをプラクティスっていうのがあってですね、これも、実は今も結構つながってるんですけど、その、実践共同体ですかね、日本でいうところの、でいいのかな。あの、要は、そういう、まあ、専門知識持った人たちが、こう、集うみたいな場所を意識的に作ってた方がいいですよ、みたいな感じ。なんですけど、これも2007年に読んでいて、そう、これもやっぱり、なんだろう、例えば大学院とかそういうところに行くのも大事なんだけど、その、そういう専門家、うん、それぞれの強みを持った人たちって、いわゆるその外の世界にもいるので、なんでか企業の中では組織の中にもいるはずなので、そういう人たちとのつながり、コミュニティを作っていくことが大事だみたいなのは、今も、その何かの組織に属さなくても専門家とのつながりは作れるなと、それはコミュニティオブプラクティス、こう実践共同体になるなというのが、やっぱまあ単純に言うと仲間、それぞれ強みを持つ仲間と一緒にいることってすごく大事だなと、別に会社にいなくてもそれはできるなと思ったのが、まあ、この本私にとってはなんかすごく参考になりましたね。はい、それでは